ミラノの5日間は、ミラノで起こったオーストリア支配に対する反乱である。第一次イタリア独立戦争の主要因となった。1848年革命の影響を受け、オーストリア帝国最小メッテルニヒが失脚すると、帝国の構成国ロンバルド・ベネット王国の一部であった。ミラノは3月18日に、ヨーゼフ・ラデツキー率いるオーストリア軍に対して放棄した。 ことの発端は、些細なものであった。タバコと砂糖の増税に対して、ミラノ市民はタバコをボイコットしていた。ところがある、オーストリア軍兵士が、ミラノ市民の顔をめがけて、タバコを投げて挑発し、怒って、彼からタバコを奪って投げ捨て逃走しようとした市民を、他のオーストリア人が妨害したのがきっかけだった。反乱は柴叩く間に広がって、オーストリア軍は撤退し、 カルロカッターヌヨの精神を受け継ぎ、ミラノ市長であったガブリオカザーティを主犯とするロンバルディア臨時政府が成立した。しかし、7月25日にクストーザの戦いで、オーストリアがサルデーニャに勝利すると8月5日に、ミラノは、陥落、臨時政府は解散させられ、オーストリアに再併合された。ありがとうございます。